記録78メートル23センチ、指定位置との誤差54センチ、総合評価レベル4。はあ、調子が今一つですの。やっぱり昨日のジャッジメントのお仕事が影響してる。そんな言い訳なさるようでは、先は見えてますわね、白井黒子さん。金剛三つ子の分だとレベル5に到達するのは私の方が先かしら。うん、私とあなたの能力を一緒にしてほしくはありませんの。だいたい3次元と11次元では空間把握法が根本的。また私、1年の分際で大きな顔するあなたが気に入りませんの。よろしくて。相変わらず人の話を聞き上がりません。この私が常盤台のエースとなった暁にゃん。何事ですの？本年度から2年に転入してきたあなたはご存じないかもしれませんが、今あのプールで能力測定されているのが常盤台のエースですわ。プールの水を緩衝材にしなければまともに計測もできないほどの破壊力。あの一撃を真正面から受ける覚悟があなたにあって。記録、砲弾射速秒速1030メートル、連発能力毎分8発、着弾分布 18.9 ミリ、総合評価レベル5。